アヤ子は日本の陸上競技選手。1951年に女子100メートル走の日本記録を更新し、1952年ヘルシンキオリンピックに19歳で出場した。結婚後の生命は星野綾子大阪市生まれ、父の良一は非鉄金属商で不自由なく育った。5人兄弟の末っ子。すぐ上の姉は綾子以上に、 足が速かったというが、戦時中のために競技で活躍する機会には恵まれなかったという。1945年4月、大阪大木町高等女学校に入学するが、芦屋女子中学校に転校。学生改革により、1948年に、新生芦屋女子高等学校1年生となった。幼少期は病弱で、陸上競技を始めることについても、当初両親は、 反対していたという。足や女子中、高で担任であったのは、体育教師の野田弁吉で、陸上部の指導も行っていた。あや子が陸上競技を始めたのは、高校1年生から。当時、学校のグラウンドは狭かったために、陸上部は、江南大学や京都大学などのグラウンドを借りて、練習する状況であったが、大学で練習しているあや子を、長谷川慶像が目に留めた。 長谷川が同じ、朝日新聞社の小田美夫に連絡したことから、小田が練習メニューを作って長谷川が指導するようになり、さらには月に一度東京の小田美夫のもとに通って、直接指導を受けるようになった。1950年10月、日本陸上競技選手権大会では100メートルで、優勝、総幅跳びは2位だったが5メートル64の高校進記録を立てた。 1951年3月、第1回アジア競技大会の日本代表に選ばれて出場。大会前に、猛腸炎の手術をするなどコンディションは悪かったが、400メートル、リレー走で、金メダル、走り幅飛びで、銀メダルを獲得した。1951年4月、手塚山学院短期大学に進学。 1950年に設立されたばかりの手塚山学院短大には陸上部がなかったが陸上がすべてではない。女性としての素養を身につけなくてはと父が助言したことから進学したという。手塚山学院短大陸上部唯一の部員として日本学生陸上競技対抗選手権大会に出場100メートル、200メートル、走り幅跳びで活躍した。短大では 綾子の表彰式で流すために効果を急遽作ったとされる。1951年10月の第6回国民体育大会では100メートル走で12秒0の日本新記録を樹立。戦前の瞳木の上の記録12秒2を23年ぶりに塗り替えたとされ、1948年ドンドンオリンピックの競技記録に照らせば2位に相当するものであった。 また、1951年10月の日本、陸上競技選手権大会でも100メートルを2連覇。1952年6月には、総幅跳びで5メートル75記録。これは、ロンドン五輪優勝者の記録を上回るものであった。日本の第二次世界大戦後初のオリンピック出場となった1952年ヘルシンキオリンピックでは、19歳で代表選手の一人となった。 なお、陸上女子選手は、吉野豊志、宮下美代と吉川綾子の3人のみであった。日本国内では、前年からの活躍によって、総幅跳びや100メートルでのメダル獲得の期待が高かったといい、綾子自身も活躍を期しての出場であった。極度の緊張に襲われることなく、普段通りのレースができたが、後に、思っていたような活躍はできませんでしたと語るように、 100メートルは12秒6で予選通過は果たせなかったの福島千里である。総幅飛びも5メートル80付近へのジャンプがファウルとなり、記録は5メートル54にとどまった。しかし、仮に5メートル80付近へのジャンプがファウルでなかったとしても、6位入賞者が5メートル81という成績であり、入賞できたかはギリギリのところであった。後にあや子は、 日本の国際試合の経験が少なく、ロンドンオリンピック以後4年間の世界のレベルアップのスピードに触れる機会がなかったことを述べている。綾子が述べるところによれば、ヘルシンキオリンピックでの自身には全く納得ができていなかったが、周囲が期待するような自大会への気持ちが湧かず、今でいう、燃え尽き症候群になったという。とはいえ、1952年10月の日本、 陸上競技選手権大会では、総幅跳びで優勝している。短大卒業後は、母校芦ア屋ア女子校で週4日授業を持った。またその傍ら、誘われて、産経新聞大阪本社の記者としても働いた。読売新聞運動部記者の星野敦史と出会い、競技を引退して結婚、星野せになった。結婚を機に、大阪から東京に転居したが、競技組織が、地域ごとの、 縦割り社会であったため、陸上競技とも無縁の生活となった。1964年東京オリンピックでは、国立競技場で VIP のアテンドやメダルセレモニーの際のホステス役を務めるコンパニオンが設けられた。まずは陸上競技関係者から選ばれることとなり、国際試合出場経験のある星野綾子にも声がかかって、 国立競技場内で案内を務めることとなった。VIP の日本滞在に観光、ショッピングも含めて随行するコンパニオンには破格の報給が出されたが、国立競技場内でコンパニオンを務めた陸上競技関係者は、交通費と弁当が支給されたものの無給のボランティアであったという。なお、これが契機で陸連からの依頼を受けて、 国立競技場での接待医薬を20年にわたって務めることとなった。1985年にはトータルオリンピックレディス会の発足に携わる。1991年の世界陸上競技選手権大会では式典表彰係を担当した。ありがとうございます。